ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。とうとうベールを脱ぎました。ねえ、これ豊のミーティングって書いてあるけども、うん。ねえ、まあまあ、ミーティングの一つということ。まあ、気になったこととか、まあそうだね、新しい情報があったりとか、はい、すると、ちょっと豊さんの思うこと。はい。などをちょっとお話ししたいと思います。そうだね、はい、ということで、まあ、DNA の進化軍人、うんね、2020年、うん、サイヤング賞を取ったもう分かるよね、うんうん、バウアー投手、はい、あ、日本でデビューしました。はい、これちょっと ね調整のためっていうのもあって2軍でっていうことだったんですけど、まあ、ちょっと肩が張ったりとかね、うんうん、いろいろこう、まあ、調整にちょっと失敗した部分があって、うん、ちょっと遅れだけどもね。はい、はい、早速大フィーバーだぜみたいな。ねえ、なんか早朝からバウアーフィーバーが起こったようで、ね、横須賀の街は、うん、騒然としたんですよ。騒ぎじゃないですけど、うん、まあ、警官が巡回するほど急遽周辺はね、なんかもうあの開門5分前には会場正門、はい、正面に、うん、1000人起こす。ここで乗ってるのは1162人が行列を作りって書いてあるので、うんうん、もうこれね、開門も30分前倒ししないと大混乱になっていたようで、うん、いや、ファームの試合でそんな状況になるっていうのはすごく珍しいよね。うん、豊さんなんて多分絵が想像つくと思うんですけど、うん、あそこに1000人超える人がいてってなると、いや、やっぱりもう早く整理しないと、うん、どん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 あの、まあ、近所迷惑にもなるし、うん、まあまあ溢れるとね、うん、まあ、道路に危ないしね。ね、そういう意味では、まあ、早い買い物にしたということで、うん、まあ、動画をねちょっと見させてもらったんだけど、うん、まあ、いろいろ気になったところもあったし、はい、まあ、それをね、まあ、今からちょっと喋っていきたいと思うけども、はい、まずバウアーの投球内容、はい、ね、マウンドに上がる稲谷、うん、もう腕をブンブン振ってね、パフォーマンスを見せて、うん、でキャッチャーに向かってちょっと勢いをつけて、うん、まず第一球を投げるという、まあ彼がああいうスタイルでマウンド上がった時のパフォーマンスなのかなっていうふうにちょっと思ったけども、はい、まあ4回、はい、今日の投球内容ですね、うん、53球、はい、まあすごいいいペースで投げるよ ね、うん、そうですね、で見てるとやっぱどん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 向かっていくんだよね、うん、だから無駄球を投げないというか、まあそういうことは感じました、うん、ね、はい、で4安打6奪三振、はい、だからまあか2回、まあ、6打者しか前に飛んでないというね。そうですね、6つの三振を取っているという、うんうん、ね、で最速は155キロ、はい、これはもうちょっと速くなるんじゃないかなというふうには思うんだけども、うん、まあでも、まあ、彼の投球をね、うん、見た時にランナーがいない時っていうのは、はい、まあ結構なんていうのかな、まあ、スッスッと投げるというか、うんうん、でもランナーがスコアリングポジションに行くとやっぱこう力を入れるね、やっぱそこら辺っていうのはメリハリをつけてやってるんですね、まあスタミナとか、うんうんうん、であのね、彼のさ、やっぱ彼は頭いいね、うん、そんなに無理してバン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 行くよりは打たして、例えば1球2球で打たして打ち取りたいっていうのがある、うんうんうん、だからね結構ヒットも打たれるかもわからない、日本でも。なるほど。でもセカンドとかに行った時だよね、行った時に力を込めてくるから、うん、だからそれが155キロだったというふうに思うし、うん、ダルビッシュとの、まあ、対談の時に、うん、ダルビッシュが言ってたでしょ、高めのフォーシームも投げる、あ、はい、ね、うん、やっぱね、バウアーもねそこら辺多分意識してるわ、うん、やっぱランナーがいる時、ランナーがいない時は低めに低めにっていう風な感じでいくんだよね、うん、だけどランナーがいる時はまっすぐはやっぱこうフォーシームっていうのを高めに意識して投げてるね、うん、低い打点、低い位置から。なるほど。で変化球投げる時はやっぱ丁寧に低めに投げてる、うん、だからここら辺がねやっぱこう勝てるピッチャーの要素なんだろうね、うん、彼の、うん、なるほど。あ、だからランナーは出すかもわからないけども、うん、点はやらないよっていう、そういうスタイルの賢いピッチャーだと思う。結局はね、点をやらなければね、ヒット打たれたってそうそうそうっていうところですかね、うんうん、いや、だからその中で、まあファームとはいえどもよ、うん、53球ということは、うん、1イニング平均すると13球ぐらい、うん、そうですね、うんうん、だから13球っていうのはさ、もうカウントペースだからね、うん、ああ、まあその完投できるぐらいの能力がある、うん、まあ最低でも7回ぐらいは行ってくれるというね、うんうん、
まあそんな感じのピッチングスタイルっていうことを感じた、うん、ね、これは早く一軍登板を見たいところですけど、どのぐらいの時期なんでしょうね、うん、ただ、うん、今日投げてる状態ではホームのまだリリースポイントのばらつきや、うん、もう少しキレとかが多分出てくるはずなんだよ、うん、だからあと1回ぐらいファームで投げて調整してそれから上げるんじゃないの、うん、ということは5月ぐらいとかゴールデンウィークの時期かなっていうようになるほどなるほどちょっと思うんだけどね、まあ、焦ってもしょうがないから、まあ、そうですよね。で DeNA も焦っても焦る必要がない、うん、調子がいいからね、うんうん、それと、はい、まずちょっと気になったこと、まあね、なんだろうっていうことね、なんだろうということなんですけど、うん、今日セーブ相手だったんだよね、うん、相手がね、うん、で、まあ、西武っていうのは足を使ってくる選手っていうのがたくさんいて、うん、ファームにもね、うんうん、で走られてるんだよ。なるほど。でクイックもちょっと遅いね、うん、クイックは使おうとはしてるんだけども、はいはい、ちょっと遅いかなっていうような感じがする。まあ、そこっていうのは、うん、あんまりこうバウアー投手が気にして変えたりするってっていうとまた本来の投球が変わってきたりとかすることになるんですか？可能性はあるよね、うん、ただねものすごくセンスのあるピッチャーだよやっぱり、うんうんうん、だからもう少しここをこうなったらもっとクイックが速くなるよって教えてあげたら、うん、多分すぐ習得すると。なるほど、うん、それと俺感心したのはさ、うん、ツーベース打たれたランナーに対しては、うん、セカンドのランナーに対して、うんそんなに警戒しないのね、うん、でも走っていったランナー盗塁されたランナーはやっぱこうやってちゃんと見るんだよねランナーを、うん、だからねここら辺もやっぱ普通おろそかになっても良さそうなピッチャーなんだけど、うん、展開なんだけど、うん、やっぱこいつは足が速いっていうのを瞬時にもう頭に入れるね。なんとなくこう勘でいろんな情報を拾ってるって感じなんですかね。そうそうそう。ああこいつは足が速いんだ。ああそしたら三投してくるかもわかんないから。あじゃあもうちょっと首で押さえとけみたいな。うんうん、でもツーベース打ったその走り方も見てんのかどうか知らないけどさ、もう完全に無視な時あるんだよね。うん、でもランナー盗塁した時にはこうやって見てるんだよ。うん、だからねそこら辺はねやっぱ抜け目がない。分かりなく。まあそれを。多分ね豊さんとかだと走者の立場で考えると、うん、ピッチャーのそういう様子って多分すごくランナーは気にするじゃないですか。いや見てるしね。そうすると、うん、やっぱりあこれはちょっと走りにくいなっていうふうになりますかね。やっぱ走りにくい、うん、だからファームでも例えばキャッチャーがこれ走ってくるかもわかんないよっていうようなことを情報として与えると、うん、やっぱねもうちょっとクイックを早くしたかもわからないよ。うんだからよ余分なし余計な心配かもわかんないけども、うん、だからそういう情報を与えるとあこいつはこのタイミングで走ってくるんじゃないかなって言った時にはわざと1球捨てても、うん、早くな投げて、うん、させるような状況を作るかもわからないよね、うん、だからねものすごくやっぱ頭がいい、うん、でよく考えている、うん、なるほど投げることに対して、うんうんうん、それで状況判断がやっぱよくできてるピッチャーだわ、うんうん、だから洞察力だとか観察力だとかそういうものも長けてるピッチャーだねこのピッチャーは。なるほど。だから楽しみだよすごく。ねえ本当本当なんかこう最初のね登板だからみんな注目していてね、うん、いろいろと思うことがあったと思うんですけど、まあ、本人もね全体的に良かったって、うん、特にストレートが良かった、うん、球速には満足しています体の状態もコントロールもボールの動きも良かったというふうに振り返ってるので、うんうん、まあそうだね、まあ、本人的にもまあ、そんなに今は悪い状態ではない、まあ、初登板だからさ、うんうん、だから初登板ということで言えば手応えを感じたんだろうね。うん、うん、だから非常にいい投球内容だったと思うし、はい、まあ4回で53球4安打、うんねまあ、4安打っていうのはちょっと打たれすぎかもわからないけども、うんまあ、最初からちょっと様子見てたからね、うんうん、だからまあこのヒットはしょうがないとしてもね。まあ、なんか球団のトラックマンシステムでは最速は156キロを計測したと書いてありますから、うんねうんまあ、155、6キロは出たということで、まあね、だからまっすぐはまあ大体このぐらいは出るということだよね、うんうんうん、だからこれが平均的に出てくるか、うん、
こうやっぱ肩のスタミナだとか、うん、そういうのもあるし、まあ明日だよね、うん、投げた次の日やっぱ肩がどの程度張って、うん、次のまた次の日にはどのぐらい回復をしてというかさ、うん、まあそういうのをちょっと見たいと思ってると思うよ球団は。またあのなんか日本のマウンドとかストライクゾーンについても話があって、うんまあ、それほど変わらないと感じたということは強調していたと、うん、で打者のアプローチは少し違うと思うが、うん、これから勉強していきたい、全体的には野球は野球だと思ったということで、うん、賢いんだよやっぱねそういうことも感じながら試しながら、うん、やっぱそのぐらいの余裕を持ちながら、うん、やっぱ投げてんだよね、うん、ああだからやっぱこう伊達にさサイヤング賞を取ってるピッチャーじゃないよ。本当そうですね。やっぱりこうね、それこそダルビッシュ投手といろんなお話をして、日高さんも多分日本の野球の中ではないようなね、うん、ことも多分感じたと思うんですけど、まあ そ, ねまあ、それをもうもちろん踏まえているっていうふうなことですかね、うん、それで日本の文化もいろいろ勉強しながら、うん、日本人がどういうものなのかっていうことも、うん含めて知ろうとしてるよ ね、まあ、野球は野球だって言っても、うん、日本の野球ということにね対しては多分ね本当に勉強していくっていうことなんでしょうね、うん、だからダルビッシュも、うん、例えばいろんなものに興味があり、うん、いろんなものに目を配っていて、うん、バウアーも一緒だよね、うん、だからいろんなものを吸収しようとしながらいろいろ見てるという。横浜、うん、大貫が、はい、故障してた大貫が、うんもう先発に戻ってきます、はいね、バウアーが投げれたら仲間に加入します、はいね、もう入ります、うん、でオースティン、はいねね、5月には戻ってくるんじゃないかって言われてます、うん、この3人入ったら横浜大変なことになるよ、うん、DeNA ギャーンと行くかもわからないもう優勝予想の中にまあ、ね、食い込んできいや、来る来る来るよ。いやいや、もう本当にね、うん、勢いがついてくると思うよ。うん、で、バウアーが勝つ、大貫が勝つ、今永まだ投げてないからね。そうですね。今永投げてなくてこの状態だからね。で、今永が投げる、うん。もうなんか見えてくるんじゃないのかなっていうぐらい。ついに来ますかね。まあ、楽しいよね、うんうん。ついに来るか。ついに来ますか。ね。ということで、ね、いろいろと、バウアー投手、注目でしたが、まあそうだね、はい、まあ YouTuber としても注目してて、うん、バウアーこれ見てたらコラボを一回しましょう、一緒にね、はい、できたらね、できたらしましょう、ね、お願いします、ね、よろしくお願いします、はい、はい。